生きて帰ってくる仕事もある。無限に広がる大宇宙。かつて人類は宇宙に夢を見ていた。人類はいつしか宇宙戦艦を建造し、艦隊を作り上げ、いつしか来たるべきファーストコンタクトを夢見ていた。そう、ガミラスが来るまでは。その真実は人類の夢を打ち砕き、宇宙には死しかないことを人類に思い知らせた。西暦2199年、地球は終わりを迎えようとしている。西暦2194年、人類は初めてガミラスと遭遇した。火星中域に突如として現れたガミラスは、地球に無数の有性爆弾を送り込み続けていた。一発目の有性爆弾は偶然かと思われたが、人類は気づいた。ガミラスは明確に地球に向け有性爆弾を送り続け、地上を放射能で汚染しようとしている。人類は敵対的な文明であるガミラスと有性爆弾から身を守るため、DFE、通称地球防衛軍は宇宙艦隊の動員を決意した。M21741、機関級260号は地球防衛軍宇宙艦隊司令沖田十三に与えられた防衛軍宇宙艦隊最大にして最強の艦だ。西暦2174年に就役した機関級は全長286メートルと当時の地球防衛軍の中では最大級の体格を持った戦艦だった。防衛軍宇宙艦隊機関を務める機関級は防衛軍伝統の黒光りした鉛色の船体と旧時代の海軍艦艇を思わせるモンザレッド色の艦艇部が特徴的だ。船体の構造は流線形に近く、その他宇宙戦艦型駆逐艦と比べて体格は大きいもののスマートな設計が目立つ。艦隊側面には大気圏航行用および追加拡張ウェポンプラットフォームとして安定翼を装備、船体は矢尻のような見た目となっている。機関部には大型のサブライトパルスエンジンを8機搭載。通常艦艇が5機のパルスエンジンにとどまっている中、機関級は最大の出力と戦闘における冗長性を追求するため8機もの大型エンジンを搭載するに至っている。結果、宇宙空間での機敏な機動力および大気圏内の単独航行、重力圏内からの発進能力を獲得。まさに地球防衛軍が必要とする防衛要求を全て満たす最強クラスの艦となった。また装甲も強固であり、地球艦の装甲を貫くために進化したガミラス艦のビーム砲に対しても、通常艦であれば一撃で轟沈に至るものを数発耐えることが可能なほどであった。艦載戦力としては空間騎兵部隊とブラックタイガー隊を搭載、航空戦力および歩兵戦力も併せ持つ。機関級は当時革命的であった多数のショックカノンを甲板上部に搭載している。三次元空間による複雑な戦法が求められる宇宙艦隊において火力投射面を集中させるべく、地球防衛軍艦艇は火力を上面に集中させる傾向がある。機関級はその特徴を反映しており、船体上面部には大口径2連装衝撃砲、通称ショックカノンを5機搭載、4連装レールカノン砲を4機、2連装パルスレーザー砲を4機搭載している。その他大型小型ミサイルランチャーを船体各所に備え、遠距離砲撃力は地球防衛軍随一のものとなった。本艦の主砲であるショックカノンは従来兵器であるレールカノンやバルスブレッド、粒子砲などの威力を大幅に上回る革命的な兵器であった。オレンジ色の光が特徴的なその対艦兵器の威力は絶大で、西暦2194年から2198年までは有性爆弾やガミラス艦に対して十分な威力を持っていた。絶大な威力を誇るショックカノンではあるが、その威力は射程限界付近で威力が急激に減衰する特徴を持つため、敵艦を有効射程に引きつけてからの精密射撃が要求される部分的に未完成な兵器でもあった。そのため機関級にはコスモタイガーをはじめとするターゲティング機能を搭載した戦闘機部隊が随伴し、ガミラス艦隊との最前線にて主砲の射点を正確に計測追尾し続けるという任務が彼らに課せられていた。これによりガミラスに対して絶大な威力を持ちながら射程限界を持つショックカノンを高精度に敵戦艦の弱点である機関部や燃料タンクへ命中させることが可能となり、機関級をはじめ地球防衛軍艦隊は5年間にわたりガミラスに対し互角な戦闘を繰り広げることができた。
しかし人類の地球防衛体制は決して完璧ではなかった。十分に破壊可能な有性爆弾とガミラス艦であったが、その物量は凄まじく、数十隻単位しか持たない地球防衛軍の防衛能力を大きく超えた有性爆弾により、地球は5年の長きにわたり痛めつけられ、最終的には地上を汚染されるに至った。地球の生産能力をはるかに超えた物量を持つガミラスに対し、機関球をはじめ地球防衛軍は奮闘したが、艦の建造を担う地上ドックや宇宙ステーションも破壊され、人類はただ死を待つのみとなった。加えてガミラスの学習、適応能力により、地球艦隊のショックカノンの威力的優位も失われつつあった。しかし、それでも宇宙艦隊総司令、沖田重蔵は、有性爆弾の飛来を止め、ガミラス艦隊を止めるべく、西暦2199年、残存する地球防衛艦隊を集め、地球最後の艦隊決戦を挑もうとしていた。もはや地球の滅亡は必至であり、この行為は有性爆弾の飛来を遅延させ、少しでも人類の余命を延長させるための戦いでもあった。一部では限定的なエリートを地球から脱出させるための宇宙艦、ヤマトの建造時間を確保するための戦いであったとも言われている。西暦2199年、火星中域決戦。ついにその時は来た。沖田重蔵率いる機関級に随伴した戦艦級、駆逐艦級は地球最後の12隻の艦隊を編成した。共にガミラス戦を生き抜いた艦はいずれも手だれであった。不足していた艦載機戦力もラグランジュ基地所属のブラックタイガー隊までもがかき集められ、地球最後の艦隊として最精鋭の戦力が集結した。ガミラス艦隊10隻と遭遇した地球艦隊は砲撃陣形を組みながら敵艦隊をショックカノンの射程に引きつける。ブラックタイガー隊が多数の犠牲を出しながら、ガミラス艦の機関部と燃料タンクに的確なターゲティングを行う。沖田は潜在一遇のチャンスにショックカノン砲撃を行うが、沖田たちは知らなかった。その戦闘は彼らにとっては得意点だった。ガミラス艦の進化により、今まで有効であったショックカノンがガミラス艦に一切の損傷を与えることができなくなっていた。あえなく敗退し全滅する地球艦の中、機関級だけは満身創痍になりながらも地球へと帰還した。5年間の長きにわたり地球の防衛を続けてきた地球防衛艦隊はついに敗退してしまった。しかしこの5年間の戦闘により地球は確かに余命を稼ぐことができ、波動エンジンを搭載した人類最後の宇宙戦艦ヤマトが帰還するまでの時間を地球に残すことができた。さらには5年間の培った戦法や技術は宇宙戦艦ヤマトにも反映され、イスカンダルへの無謀な航海を可能とした。地球の未来をヤマトへつないだ機関級の功績及び地球防衛艦隊総司令沖田重蔵の功績は計り知れないものとして地球の歴史に刻み込まれているのだ。以上が宇宙戦艦ヤマト実写版スペースバトルシップヤマトに登場したメカニックの解説でした。さて、賛否両論の実写版ヤマト、私本当に大好きなんですよね。やめてください、石を投げないでください。特に劇中冒頭で一瞬登場する沖田艦のデザインが、なんなら全ヤマト艦の中で一番好きかもしれません。重厚な鉄の表現、艦のブリッジはもう旧海軍艦艇がそのまま宇宙に出てきたかのような圧倒的な精密ディテール。主砲色カノンのデザインもヤマトのような、旧海軍のような手法ではなく SF 的なデザインにまとまっているのもツボでしたね。劇中ではガミラスにボッコボコにされる地球艦隊でしたが、ガミラスの学習前、まだまだショックカノンが有効だった時代の戦いが見てみたいと思いませんか。いろいろと賛否両論なスペースバトルシップヤマトですが、私は本当に冒頭の10分が最高に好きなんですよね。敵の弾幕をかいくぐるコスモタイガー隊、そしてターゲティングという新しい概念に震えました。沖田の艦隊も艦隊陣形や敵を引きつけるための一糸乱れる艦隊行動も最高でした。あえなく敗れてたった一隻で帰還する沖田艦の横を過ぎ去る有性爆弾によって描かれる絶望、そこからのイスカンダルのメッセージや東堂長官の演説、日本国民の皆さん、今日は重大な発表があります、この演説までの流れが本当に今聞いても震えるんですよね。これ言ってる間もうぜひですね、スペースバトルシップヤマトまた見たくなりました。ぜひ皆さんも見てください。こうしてもう本当スペースオペラ実写映画の系譜は日本ではもう残念ながら途絶えてしまっているので、いつしかまた見れるのか本当に楽しみです。皆さんは宇宙戦艦ヤマト実写版の艦船デザインはどう思いましたか？地球防衛軍いけてないですか？ちょっとガミラス艦のデザイン
回はエイリアンすぎましたよね。ぜひ実写版のいいところ悪いところを教えてください。今日のような動画が良かったらぜひライクをしてね。もしよければチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは宇宙戦艦ヤマトをはじめ様々なサイエンスフィクション作品、スターウォーズやガンダムなど様々な SF 作品のメカバトルの解説考察を短い時間に凝縮して皆さんに配信していきます。今後皆さんが楽しめる内容を続々配信していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してください。 Twitter もやってますので、ぜひ飛んでいって最新の SF 情報トリビアお見逃しなく。それでは次の SF でお会いしましょう。